こんにちは、アイデア料理研究家のまこです。映像制作をしてますまこけんたろです。第3回目ということで、はい、まこフーズの時間がやってきました、ね、皆さんお待ちかねの、はい、第1回目第2回目とね、はい、まこちゃん度肝を抜くというかポリ袋を使った料理、凡人の僕にはまこ先輩ちょっと理解できなかったぐらい、まあ、普段は使わないですよね。すごい美味しかったんですよあれ、あんな簡単にね手の込んだ料理が時短でできるっていうところは多分皆さん参考になったかと思うんですが、はい、3回目ということでどんな料理なんでしょう。今日は海外の料理みたいなものを日本風にまあアレンジしてるんですけど、日本にある調味料、どこでも買えるような調味料で作れる海外料理っていうのも、ね、まこフーズでやっていきたいなと思ってて、うん、日本の食材で作る海外の料理ということかな。そうですね、はい、まあそんな感じです。ね、なんとなくね、はい、そう、ぐだってますけどね、うん、やっていきましょう。我々はそういうチームでございます。はい、はいはい、まあ、ちゃんと作ります、大丈夫、はい、今日はタイカレーを作りたいと思います。タイカレーが日本の食材で作れちゃうんですか。そうです、日本にあるものでタイカレーを作ろうと思うんですけど、肝になるのはこれとこれ、生姜と、はい、生姜とオイスターソース、あとはまあ普通の市販のルーで作ります。このルーはマックスバリの、うん、そうですね、どこにでもあるそうですね、日本のカレールーということで、まこさんこれでタイの味が出せるんですか。はい、まあこの2つがね肝になるんですけど、うん、これで大丈夫です。じゃあ早速作っていきましょう、はい、作っていきましょう、はい、カレーといえば結構時間がかかるという、そうなんですね、煮込む時間がかかるイメージなんですけど、ザ日本のカレーでいうと人参とかじゃがいも、玉ねぎ、根菜も入って、あれ根菜なんですか、人参、根菜です、じゃがいもも、ね、硬いやつが入るんですけど、今回は玉ねぎと鶏肉、生姜、しめじ、煮込まなくても大丈夫な食材にしてるんで、時短でできちゃう感じですね。鶏肉、玉ねぎを入れたりします。普通に今引いたのはサラダ油、はい、そうです、サラダ油吸っててほぐしながら、もう美味しそうなんですけど、まあ、いい匂いしてきました、ね、ジュージューしてる、面白いですね、こうしめじが入るとなんかすごいコミカルな感じで楽しい感じになりますね。少ししんなりするぐらいまで炒めます、うん、鶏肉がこう色が変わってちょっとピンクなんですけど、うんうんうん、全体的にちょっと白くなってきて、きのことか玉ねぎもしんなりしてきたら牛乳、はい、牛乳を入れます。え、ここで牛乳っていう、はい、タイカレーだとココナッツミルクで作ることが多いんですけど、うん、ココナッツミルクが手に入ったらココナッツミルク使ってもらえばもっとタイっぽくなるんですけど、近くのスーパーに売ってないとか、この場合は牛乳もしくは豆乳でも大丈夫です。まこさんはタイは好きなんですか、よく行くんですか、うん、タイは好きで多分10回以上は行ってる。10回どんだけ行くねんそうなんですよ、タイ料理とかすごい大好きなんですよ。すごいね、結構世界を旅してるんですか。いろんな国の料理食べるのが好きなんで、うん、アイデア料理研究家だから研究のために世界に行かなければいけない、はいはい、ここで牛乳ですよ、はい、わあ、カレーというか、そうですね、クリームパスタとかクリームシチューのような感じですけど、その間にちょっと薄く切っておきます、うん、でこれを沸騰してから、まあ、5分ぐらいしたら生姜を入れてさらに5分くらいしますね。なるほど、途中で入れる、はい、うん、途中で入れます。じゃあちょっと待ちましょう、待ちましょう、なるほど、5分経ったので生姜の薄切りとカレールーで、ちょっとポイントは普通のカレーの時よりちょっと少なめに、どれぐらい水入れてくださいってルーの箱に書いてあると思うんで、それの4皿分水分入れてるんですけど、うん、牛乳もルーは3つにしてます。4人分作るならルーだけは3人分にしてくださいと、はいはい、3人分にするんですけど、その代わりにオイスターソースを入れます。でこれもポイントで、おナンプラーっぽいじゃないけど、そういう感じの味になるんですよ。なるほど、エスニックっぽいというか、へえ、オイスターソースで、はい、タイカレーって結構サラサラなことが多いんで、うん、なのでルーも減らして、これでルーが溶けたらさらに5分くらい煮込んで、で、出来上がりです。早っ、はい、嘘、マジで早いんですよ15分くらいですね、じゃあ、うん、そうですね、15分くらい、じゃあこれでまあ5分くらい煮て、
あ、本当だ、何にこれ、まあ、香りがエスニックっぽい匂いしますよね。え、なんでやろえ、オイスターソースってそういう系でしたっけ。まあでも牡蠣なんで、ナンプラーとかは魚系のものを使ってて、そうか、これは牡蠣だからうちも魚介だし、うん、次第にトロトロになってきましたね、うん、なんかアク取りみたいなのあるじゃないですか、うんうん、そういうのは特にしなくてもいいんですか。これはさっき5分煮込んだ時にアクが出てそうだったらちょっと取って、うん、あ、その時にやって、はい、火は弱火、うん、そうですね、湯入れてからはちょっと焦げちゃうので、うん、あと牛乳吹きこぼれやすいんで、 あんま強すぎるとちょっと吹きこぼれちゃって、お掃除がめんどくさいとかなるから、弱めの中火くらいですかね。これ味見したいんですけど。味見しますか。味見させてください。おはい、ありがとうございます。熱いですよ。はい、いただきます、はい、うわ、もうエスニックすぎおお、本当だタイカレー、タイカレー、ね、タイっぽいですよね。すごい、うん、お子さんとかがいたらこれでいけるんですけど、辛いのが好きとかいう人はここにカッカの爪を入れると辛さも本場っぽくなる。鳥肌立ったねめっちゃうまいやん。そうそう、ね、美味しいですよね。私は辛いの好きなんで、ここに結構タカの爪とか入れます。うわ、こんな簡単にこんな、だって入れたのさ、うんうん、オイスターソースと、うんうん、あとカレールーでしょ。そう、カレールー。トップバリューの。そうです。ご近所の。ご近所の。みんな知ってるでしょ。うんうん、それしか入れてなくて、しかもルーなんかすごく少なめに入れてんのに、うん、そうですね。味めっちゃしっかりコクあって。うん、これがあるから。オイスターソースと、あと今回そっか、あの水じゃなくて牛乳でやってるから、コクがね、コクがあるし、全然違う。すごい美味しい。クリーミーな感じ。うん、生姜の風味も結構、これが隠し味の。ああ、そうかそうか。これ子供も喜ぶで、そうですね、これ大人も喜ぶ。コクがね、深さがすごいの、ね、沼みたいな深さ沼みたいな。完成、完成です。できました。おー、はい、日本の食材だけで、日本の食材で作るタイカレー。味見したけどめちゃくちゃ美味しかったぜひ皆さん試してください。うん、まこちゃんの動画では、これ第3回目なんですけど、うん、このコラボ企画というかね、うん、まこちゃんの必殺技だと思うよね、ポリ袋レシピっていうのもやってるし、ポリ、うん、袋レシピピンとこないでしょ。僕もピンとこなかった。そうですよね、横で見せてもらってドギも抜かれました。めちゃくちゃ美味しいんです、時短だしね、はい、うん、というのと、まこちゃん世界を旅してますね。そうですね、世界中の料理を食って料理研究してるから、はい、もう本格的なんですよ、うん、なので今後もいろんなレシピを紹介していきますのでまた来週も見ていただければと思います、はい、じゃあまた来週お会いしましょう、うん、来週お会いしましょうはい、この動画面白いなと思ってくれた方、ぜひいいねと、はい、いいねと、チャンネル登録よろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。